ボタン、どうもお疲れ様でした。お疲れ様です。今日は、ルーゴ戦フル出場で開始早々2分得点しまして、まあ、まず点、まあ、あの言った通り取れましたっていうことで、はい、感想一言。いや、まあすげえラッキーだったんですけど、まあ、ごっつぁんゴールですよね。まあ、そうやって点取ろうと思ってることとかが、まあ、繋がったのかなと思います。間違いない、はい、でも、まあ、あの結果を残して今季4点目なので、はい、まあ、次節に向かってまた5点、6点、10点という形でやれればなと、はい、思ってます、はい。で、まあ、ちょっと後半、まあ、今日すごく走ってバテてるっていうことだったんですけど、まあ、原因というか、まあ、なんでこんなに疲れちゃったのかなっていうことを一言お願いします。まあ、相手がうまかったっていうのもあるし、まあ、自分たちがちょっと、まあ、早く点入れすぎたのか分かんないですけど、ちょっと安心気味に、そうですね、やっぱ気持ちとかがちょっと相手の方が強くて、出足とかが全部負けてたんでね。なるほど。まあ、勝って奇跡的に勝ってて良かったですね。なるほど。ただ、まあ、ここから、残り10節、はい、まだまだいけるよね。全然いけますね。で、次のね、対戦なんで、モルシアですけど、はい、まあ、アウェー、はい、まあ、僕自身もいけないですけど、はい、まあ、ぜひチームを引っ張って、はい、また得点して、はい、その次の試合につなげてもらって、はい、まあ、5月、6月には、はい、プロモーションでどうすんのどうすんの的な、あの盛り上がりを見せれるように、う、ね、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。はい、じゃあ、まあ、今週、リカバリー含め、はい、チームのテンション上げながら頑張ってください。はい、よろしくお願いします。頑張ります。